希望と絶望のバランスは差し引きゼロだって。いつだったか、あんた言ってたよね。今ならそれ、よくわかるよ。確かに私は、何人か救いもしたけどさ。だけどその分、心には恨みや妬みが溜まって。一番大切な友達さえ傷つけて。さやか、あんたまさか。誰かの幸せを祈った分、他の誰かを呪わずにはいられない。私たち魔法少女ってそういう仕組みだったんだね。私って本当バカ。